こんにちは。ベルテックスサーモセンス電車設計法で重要なのはサーモセンスの特性を生かすことです私はサーモセンスクラスプの基本設計構造設計そして二方向回転着脱技師設計法を提案しレクチャーしてきました今回はエビデンスに基づく模型傾斜技師設計法をお手持ちのサベイヤーで可能にした マルチデザインジグ略して MDJ アングルステージをご紹介いたしますこの MDJ アングルステージは経験値にとらわれず簡単正確に安定した技師設計が可能ですこちらが MDJ アングルステージです X 軸 Y 軸が延期された雲台を乗せるステージとアンダーカットゲージの代わりとなる角度メーターそしてステージの角度を変える可変ダイヤルで構成されます それではサーモセンスクラスプ設計をアンダーカットゲージと MDJ アングルステージを用いて違いを簡単に説明しましょう。こちらは今までのアンダーカットゲージを用いてサーモセンスクラスプの設計です。視管中央に0.5ミリのアンダーカット量のポイントを測定し、強速近心偶角サベーラインポイントから視管中央0.5のアンダーカットポイントを通過し、 グ角サベーラインポイントをなだらかにつなぎ仮想クラスプのラインを設計しましたアンダーカットゲージを用いた設計は絶対的アンダーカット量を利用し仮想クラスプラインを描くものです MDJ アングルステージを用いてのサーモセンスクラスプの設計はまず0度平面で技師着脱方向を決定しサベーラインを記入します そして角度メーターを正面に角度調整ダイヤルで MDJ アングルステージを20度傾斜させて後ろのネジで固定しますアナライジングロッドと交互しまたはペンシルロッドにてこのように直接クラスプを実践として引きできます技師設計の経験値に関係なく誰でも迷いなく確実に同じレベルでの設計が可能です 下の写真が今までのアンダーカットゲージを用いて、視間中央 0.5mm、アンダーカット測定後に仮想クラスプラインを描いたサーモセンスクラスプ基本設計です。上の写真は MDJ を用いて模型を20度傾斜させて描いたサーモセンスクラスプの実践です。MDJ はこのようにクラスプラインを視間の形態に沿って実践で描くことが可能です。 またこちらは二方向回転着脱技師の設計図です MDJ は二方向回転着脱技師設計時の審査測定に活用できます我々がサベエアでアンダーカットゲージを用いる着脱方向垂直設計法において各種クラスプ高端のアンダーカット量には絶対的な数値的エビデンスがありますさて皆さんは診断仮設計をするときに 簡易的にペンシルでサベイラインを引き少し模型を傾斜させてクラスプラインを描いた経験はありませんかまた年配の技工士さんの中にはサベイヤーは使わないよ経験値と反動サベイヤーで問題ないからねと言われる方もいますサベイヤーも使わずにあまりにも手抜きのような良い方法ではないと誰もが考えますがそれはその手法にエビデンスがないからですアンダーカットゲージを用いた 着脱方向垂直設計法と MDJ アングルステージを用いた模型傾斜設計法を数学的検知から検証したいと思います。こちらの図は円を歯刊の断面と仮定し、そこにアンダーカットゲージを当てて、アンダーカット量を測定しています。アンダーカットゲージが紙面と接したサベーラインポイントと、ゲージ先端が紙面と接したポイントにより、 A 角シーター、アンダーカット量 A からなる直角三角形の図形になります。こちらは模型を傾斜させた断面図です。模型傾斜図を先ほどの図と重ねると A 角であるシーターは模型傾斜角 t ー,ターこちらと等しくなります。模型傾斜角シーターが大きくなれば アンダーカット量 A も大きくなります。つまり模型傾斜角度の変化はアンダーカット量に比例しますゆえに模型傾斜によるアンダーカット測定法にはアンダーカットゲージを用いた測定法と同じエビデンスがあると理解できますこの三角形を横にして右の三角関数に当てはめるとアンダーカット量 A と角度 θ の関係は タンジェント θ ーーイコール b 分の a となります。つまり、模型の傾斜角イコールアンダーカット割る b で求められます。公式を変換すると、アンダーカット量イコール模型の傾斜角度シーターかける b で求められます。そして、この式からアンダーカットゲージを用いてそれぞれの格子で同じアンダーカット量を測定しても、 B の長さにより、タンジェントシーターが変化します。つまり、アンダーカットゲージは、絶対的アンダーカット量は測定できますが、それぞれの視感の形態 B により、疑似の着脱時の拮抗力、抵抗力は一定ではないと考えられます。また、MDJ で用いた模型傾斜測定法では、模型傾斜角度シーターを決定しても、視感形態 B の変化により、 絶対的アンダーカット量は表せません。MDJ を用いた模型傾斜設計法は相対的アンダーカットラインとなります。三角関数でもお分かりのように、アンダーカットゲージを用いての着脱方向垂直設計法に比べ、視感形態に沿って実践でアングルラインを描く模型傾斜設計法は様々な視感形態に対して 安定した維持力を得られると考えられます。アンダーカットゲージを用いた測定は、ピンポイントの絶対的アンダーカット量、アンダーカットポイントとなります。MDJ アングルステージによる測定は、模型傾斜させる死が紙面に沿って引きされた実線、相対的アンダーカットライン、アングルラインとなります。それでは、模型傾斜角度をつけた、 MDJ アングルステージ上での模型の位置と最大アンダーカット域の関係についてお話をします。角度メーターを正面にして、ステージ上に X 軸と Y 軸があります。X 軸平行ラインと Y 軸平行外側ラインと交差したポイントが最大のアンダーカット域となります。この位置となります。 後端を回すように模型を回転します。X 軸平行ラインと Y 軸平行外側ラインの交点、最大アンダーカット域は主間近心に移動します。このように最大アンダーカット域は近心へ移動します。簡単に図式化すると、ステージ上で後端を回す。 模型を回転するとアングルライン、パワーゾーンですね、はファーゾーンにシフトします。早速7番の測定です。X 軸平行ラインと Y 軸平行外側ラインの交点、左速7競速禁止寄りに最大アンダーカット域を測定します。交タンを回して最大アンダーカット域を7遠心速に移動します。 このようにステージ上で模型と X 軸平行ライン、Y 軸平行外側ラインの交点の関係により様々な省令でのクラスプ設計が可能です。こちらがサーモセンスクラスプの基本設計です。N はニアゾーン、F はファーゾーン。0度のサベーラインから士官中央に最大アンダーカット域、傾斜角度20度のアングルラインです。サベーラインと アンンングルラインの間にハワー,ゾーンが出現します。サーモセンスクラスプ、紙面接触面積は最低1ミリが必要となります。また参考数値として、ワイヤークラスプ15度、キャストクラスプ10度の模型傾斜角度が提案できます。それぞれのクラスプの設計時の角度は、ワイヤークラスプの太さ、キャストクラスプパターンのデザイン、症例により変化します。この他に、 アドバンスとして優先クラスプから着脱方向を決定する逆算設計法もあります。また、プレペレーションに必要な格子やバイトスプリント、ローテの作成にも役立ちます。今後臨床ケースを重ね、技師設計法に MDJ を用いて使いこなすことにより、自分なりの設計、模型傾斜角度を導き出す必要があると考えます。ここまでが MDJ アングルステージを用いた 模型経営者技師設計法となります。ご視聴ありがとうございました。